わわわ、これが IK です。あ、おー、わ、すげえ、走り出したよ。再生するとピッピッピッ。おー、いいっすね。これあの子供が履いてるサンダルの音っすね。あ、そうですね。ここからはですね、前回の第1弾の攻撃とちょっと重複する部分もあると思うんですけども、はい、見下ろし画面にしていければと思います。はい、では、まずブループリント BP サードパーソンを開いていただいてもいいでしょうか。はい。はい。ビューポート。はい。ビューポートにしていただきまして、まずカメラをちょっと上からの向きにしたいので、カメラブームっていうのが左上のコンポーネントにあるんですが、カメラ、はい、ありますね。それを選択していただきまして、右にカメラブームの詳細パネル、パラメータ変更画面に移りました。はい、この中のソケットオフセットというものがあります。この一番右のパラメータ Z ですね、250ぐらいです。250するとカメラが上に上がった気がします。はい、ここはですね、カメラの向きをキャラクターの方に向かせます。うん、カメラのそのモデルが今出てると思うんですけど、それをクリックしていただきまして、回転の真ん中の Y をですね、多分マイナス45とかにすればいいと思います。はい、これで多分見下ろしの画面になったと思います。見てみましょう。はい、実行お願いします。あ、ちょっと位置がもうちょっとカメラの長さを上げた方がいいかもですね。あとカメラをマイナス40よりもうちょっと浅くした方がいいかもですね。これってなんかあのゲーム画面を見据えた大きさにできないんですか、この上の。この再生ボタンの右側に縦に3つ点々点があると思うんですけども、はい、その中の新規エディターウィンドウってものにすると、実際のゲーム画面に近いサイズでチェックができます。あ、でもやっぱりちょっと位置おかしいかな。さっきのマイナス45にしたやつを、マイナス35とか、マイナス40とかにすると、もうちょっとキャラクターに合うと思います。40。はい。ちょっと見下ろしな感じになってしまいましたが、うんうん、マウス動かすと、そうですね、カメラが変わってしまうので、これをちょっと切りたいと思います。今、ビューポートのタブになっていますが、イベントグラフのタブで変更してください。はい、その中でですね、カメラインプットっていうものが上から2つ目にあると思います。はい、これ今回いらないので、線を切ってください。線を切る。はい、それですね。線がつながっているこの右方向の三角みたいな、右クリック。からリンクを解除、はい、解除で、はい、いけます。これでコンパイルしていただいて、これなんかショートカットないんですかね。これがですね、オルトキーを押しながらクリックするとちぎれます。あ、こっちの方が早い。こっちの方が便利なので、多分覚えた方が楽だと思います。了解です。はい、これでコンパイル、はい、するともうカメラ動かなくなってると思います。あ、本当だ。でもやっぱこれだとね、前傾姿勢なの気になるね。顔が見えない。MF の方はなんか背筋がいいんですよ。あー。であれば差し替えた方が楽かもですね。ABP 狼をちょっと開いていただいてもいいですか。はい。右上に階層構造みたいなメニューがあると思います。ABP マニア。はい。それをロコモーションのアイドルを開いていただいていいですか。はい。アイドル。今 MM アイドルになってるんですけども、それを MF アイドルに切り替えてください。で、今ちょっとウィンドウのサイズが横が足りてないので、一度ちょっと左に伸ばしていただくと選択の UI が出てきます。あ、はい、本当だ。これね、はいはいはい、 MF アイドル、これでコンパイル、はい、あ、ピッと、あ、よかったです。これで背筋がピッとなったと思います。背景モーションにどのアニメーションを使うのかを今設定していただきました。でもやっぱ顔あまり見えないと寂しいですね。そうですね、俯瞰の画面にするとキャラクターの顔がやっぱり隠れてしまい、確かにこうやって実際に動かすと、やっぱり自分が作りたかったゲームと自分がしたかった表現のズレみたいなものがちょっと確かにそうですね。意外と最初のサードパーソン状態でも良かったような気もしますもんね。どっちがいいんだろう。実際のゲーム開発でも動かしてみると分かることってすごい多いので、はい、こうやっても仮のアセットデータでもいいので、とりあえず動かしてみるっていうのは結構やっぱり大事だったりします。そうですね、はい、こうやってちょっと動きが仮でも入ってると一気に愛着が湧くといいますか、うん、そうですね。これしかもあれですか、このジャンプとかに物理演算みたいなのが計算入ってますよね。なんかすごいピョーンっていくときありますもんね、なんかの反動で。はい、ありますね。デフォルトでちょっと入ってますので、ね、すげえ。あとはですね、今だとちょっとデフォルトのステージすぎるので、スタートとゴールがあるようなちょっと迷路を作っていただくと、うん、ちょっとゲームっぽくなるのかなと思います。
確かに。そうですね。はい。ではですね、今配置しているものを一回全部消した方がいいのかもしれないですね。選択していただいて、デリートキーでピシピシと。デリート。これでだいぶスッキリしましたね。ああ、もう何にもなくなっちゃった。はい。さっきまで楽しんでいたステージが。なので、ちょっとここに仮でも大丈夫なので、サクッと自分のですね、ステージを作っていければと思います。はい。いろんなモデルの配置する方法がありまして、うん、まずは、左上にプラスボタンがありまして、こちらの形状っていうところにいくつかいろんなモデルがあります。うん、それをトラックアンドロップでレベルに配置すると、もう箱が。何のキューブでしょう。そうですね、デフォルトで基本なので。あれ、これ埋まってます？そうですね、デフォルトだとちょっと埋まっちゃってるので、ちょっと上にキュッと移動させてあげるのがいいと思います。はい。はい、おー。まあ、これを並べるだけでも全然迷路とかもできるんですけども、うん、それだと大変だと思うので、他にももうちょっといろんなデフォルトで配置できるものが用意されています。うん、左下のコンテンツブラウザーのコンテンツのところにレベルプロトタイピングっていうものがあると思います。そこのメッシュ図のところに、実は先ほど消したパーツが全部ここに用意されています。なるほど。これも同じようにドラッグアンドロップでポイポイポイって入れていただくと、おー。こんな感じで迷路ができます。このレベルプロトタイプ版のいいところがですね、先ほどの白いキューブですと、選択していただくと真ん中にカーソルが合うんですね。はい。これすると、並べるときにちょっとめんどくさいケースがあります。とか。ちょっと端っこですね。はい。端っこの方が置きやすい場合もあります。なのでちょっと真ん中は嫌だなっていうときは、このレベルプロトタイプ版を使うのがいいかなと思います。特にですね、例えば大きさとかスケールを変えていただくと違いが分かりやすいと思います、うん、白い版のですね、右下のトランスフォームから拡大縮小とかをですね、パラメータ変えていただくと、こっちですと真ん中を中心に変わっていくんですけど、うんうん、レベルプロトタイプ版ですと端っこから箱が伸びるみたいな感じで、おー、なるほどなるほど、おー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 なるほど。なので箱を伸ばして迷路を作りたいっていう場合は、おそらくこのレベルプロトタイプ版の方が作りやすいと思います。なるほど。これなんかヘビみたいに作れるわけですね、これ。あ、そうですね。はい、まさに。はははプロト版ですと真ん中が広がってしまうので、ちょっとまた配置をいじらないといけなかったりするので。なるほど。確かに、これは便利かもしれない。他の四角であったりとか、シリンダー、うん、円柱であったりとかがありますので、これを組み合わせて、とりあえずステージを作ると。はい、作っていただければと思います。これ高さも同じように上に伸びていくので、ああ、なるほど。高さは一番右の Z に当たりますので、2とか3に変えていただくとキャラがジャンプで乗り越えれない壁みたいな感じになると思います。とりあえず2ぐらいにしとこうか。そうですね、はい。おお、ちょっとこいつ邪魔ですな。そうですね、消した方がいいあとはこいつをコピーとかしたいね。そうですね。オルトを押しながら移動させるとコピーできます。ALT を押しながらそれでコピーできます。いいですね。こっちの方が楽かもしれない。ショートカットキーを覚えると作業がはかどるといいますか。そうですね。それどんなツールでもそうなんですけど、ショートカットキーは、ね、偉大ですね。ただこの画面のね、カメラの操作がいまいち慣れないんで。そうです。これ今あれです。画面がそのゲームパッドで動かしてますから。全然慣れなくて。こういう迷路とか作るのは、まあ、レベルデザインとかは言うんですけども、結構これも時間が解ける楽しい作業で、はい、そうですね。グリッドのサイズ変えていただくと、はい、配置した時の移動の単位も変わるので、このマス面に合わせたいですね。100にしたらちょうどいい感じだった。箱の大きさが100なので、100とか500とかにしていただくと、結構動かす時に楽かなと思います。いい感じです。あっという間にステージが。ステージっぽい感じはね、できますね。ここで一回プレイで実行するとどんな感じか。そうですね。見えてきます。はい。うわ。わ、すごいとこです。とうとう。いきなりこのところ始まる。あ、でもね、あれだ、2ブロックにしたらこんなになっちゃう。あー。めちゃめちゃ壁が細いですね。ちょっと細すぎたかもしれない。これもしかしたら、ジャンプをなくして、あー。上のこのブロック数を1にした方が良かったかもしれないですね。ジャンプ切るのも結構簡単にできます。あ、なるほど。一旦高さを1に戻しますか。あ、一括で戻りました。あと1マスの通路良くないっすね。そうですね、だいぶ狭い
いいですね。ね、これは、やっぱこうやって実際にやってみないとわからないところがね、ありますからね。落とし穴ですね。いや、でももう楽しい。もうすでに楽しい。よかったです。あ、でもすごい。これなら。あ、これなら広いですね。ただこれでジャンプするとこうなっちゃうから、ジャンプできないようにすれば。ジャンプ力を下げるのもいいかもしれないですね。ジャンプはできるけど、こう登れないみたいな。みたいな。はい。じゃあまたですが、BP サードパーソンキャラクターを開いていただいてもいいでしょうか。はい、ジャンプ力に関しては、左上のいろいろなコンポーネントがあるんですけども、はい、その中のキャラクタームーブメントを選択していただいて、一番下にあると思います。あ、ほら、はい。はい。右側のパラメータ変わりまして、はい、この中で検索でジャンプ、GUMP って打っていただくと結構絞れまして、この中のジャンプ Z ベロシティというパラメータが。ああ、はい、ありますね。Z 方向ってことですか？はい、うん、あの上方向へのジャンプ力がこのパラメータになります。今700になってます。ですね、ちょっと強いので100にしてみます。はい、これで第1回チェックをお願いいたします。これでちょっといってみましょう。いや、もうなんか飛んでるかどうかわからない。そうですね、弱くしすぎたかもしれないですね。200とか300の方がいいかもしれないですね。300ぐらいにしましょう。はい、大体初期の半分ぐらいですね。はい、さてこいつでどうだ。あ、ジャンプはするけど。あ、いいですね。もう一緒のことジャンプしなくてもいいんじゃないかとか思うんだけど、これも次回までにちょっと考えますね。そうですね、宿題ということで、はい、じゃあだいぶ迷路をどうやって作ればいいのか分かってきたかと思いますので、はい、次回までに仮でも大丈夫ですので迷路を作っていただいて、そこから次はですね、迷路で追いかけていく敵とかをですね作っていければと思います。そうすれば面白くなってくると思うので、ぜひそのあたりも作っていければと思います。わかりました。ちょっと次回までにステージっぽい感じの作って、はい、スタートとゴール地点決めるってとこもやりたいですね。そうですね、はい、うん、あとはまあちょっとジャンプとかカメラに関する仕様も固めときます。そうですね、ちょっとイメージを、はい、お願いいたします。はい、いや、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。